はい、こんにちは。治療科の岡田裕二です。今日お伝えしていきたいのはこれですね。治療科に必要なのは哲学だっていうことで、今日は、治療科の方向けにお伝えしていきたいと思います。で、まあ、治療科っていうと必要なのはやっぱり技術じゃないのかとか、あと、まあ、経営するマーケティングの技術じゃないのかって思われる方も結構おられるかと思います。で、この辺も当然大事なんですが、その前に、まあ、その治療結果っていう部分で言うと、まず一番やっぱり重視してもらいたいのが、この哲学っていう部分ですね。で、これがないと、正直治療結果っていう部分でもなかなか出づらいっていうのがありますので、今日はこの辺をお伝えしていきたいと思います。で、私もいろんな治療科の方に過去、今現在もそうですけど、まあ、出会うことが多いですが、その一流って言われる治療科の方っていうのが、その一般的な、まあ三、まあ、言い方悪いですけど、三流治療科の方と大きく違うのが、一流の方っていうのは自分の治療はこうだっていう明確なビジョンがあるんですね。ビジョン、まさに哲学ですね。哲学があるんですよ。で、それを軸にいろんな、技術とかをされてるっていう部分がまずあります。で、三流治療科の方っていうのはまずテクニックありきなんですよ。テクニックをいろんな DVD とかセミナーとかそういうテクニックをまあ買い漁って、もう結局もう混乱状態ですね。何を使っていいのかっていうのがわけわからない状態になってしまってるっていう。で、そういう場合っていうのは何を、まあ、その三流治療科の方たちが求めてるかというと、要は魔法なんですよ。魔法を一発これをやれば全てが解消するみたいな魔法をいつまでたっても求めてしまっているので、なかなか結果が出ないんですね。魔法なんてありませんので、断言します、ありません。なので、その魔法を求めるんであれば自分の中の哲学っていう魔法を作った方がよっぽど結果が出るんですね。なので、まずは哲学、自分の中ではこうだっていう、治療はこうなんだっていうものを明確に作ってもらう方がよっぽど、いい結果出ると思います。で、もうこれ、うちの CKO アプリ臨床研究会の、要は一番、大事にしている3本柱の、内容です。で、うちの方は、まずやっぱり哲学ありきです。哲学っていうものを一番最初に置いてます。で、それと、CK ワープっていう検査技術ですね。潜在意識の情報を引き出す、検査技術と、その内容を修正していく修正技術をっていう、この3本柱を一番重視してやっていくんですよ。で、その中でも特にやっぱり哲学っていうのを重視してまして、で、その哲学でも、まず一つは生命哲学、命とは何なのかっていうところの部分を、勉強していくということ。こういう考え方で、こう命とか人間を見るっていう部分ですね。で、それだけでも結構この冊子2つですね、2つを使って勉強していったりとかもしていきます。で、あと健康哲学、健康の定義ですね。健康とは何なのかっていう部分の定義がないと、治療科っていうのは健康を提供する仕事なので、健康とは何かっていう定義がないと健康なんて提供できないんですよ。なので、うちの場合はこういう紙に書いてパネルにもしてますけど、健康とは何なのかっていう部分を定義してます。で、あと治療哲学です。治療哲学で、治療哲学もその治療とは何なのかってことです。治療とは何のために治療するのかっていうのを、いや、しっかりと定義しておかないと、自分の提供している治療っていうのが何のためにやってるのかっていうのが本人が分かってないと、当然患者さんも分かってないし、何のためにやってるのかっていうのがもうちんぷんかんぷんになってきますので、うちの場合はこれも同じように、治療哲学っていうのを作ってます。うちの場合はこう人生が動き出す臨床っていう形で、その治療の目的ですね、何の目的をで治療していくのかっていう部分で言うと、人生の人の止まってしまっている人生を動かすのを目的に臨床していくっていうことをやっていってます。で、これは人によって全然違うと思いますので、別にこれと一緒にする人はもちろんないんですが、そのそれぞれの先生の自分の治療はこうだ、自分の健康の定義はこれだっていうのがやはりないと、要はもうここに書いてますけど、治療哲学って結構軸なんですよね。軸、その人の、中心に来ないとダメなんですよ。その中心の軸がないと、もう何をやってるか分からない、何をゴールとして目指して治療をしてるのか提供してるのかっていうのがもうない状態になってしまいますので、まずこの軸を作るっていうことをやっていただきたいんですね。で、その哲学軸ができてしまうと、その軸に合わせた
治療哲学、治療テクニックだったりとか、その知識だったりとか、そういうのを、まあ、ピックアップっていうか、セミナーに行ったりして学んでいくっていうことです。なので順番としてまず哲学を作って、そこからそれに必要な知識、セミナーとかそういうのを、吸収していくっていうことをやっていくと非常にシンプルで、非常に治療結果が出やすくなってくると思います。それをまずテクニックありきで先に テクニックとか、あとマーケティングも、まあ、もちろん大事なんですけど、とりあえず、まあ、治療院ビジネスなんで集客すればいいやみたいな形で集客して新規を獲得して、まあ、治療回していってみたいな感じでやって、まあ、回数券売ってみたいな感じで、まあ、ビジネスと割り切っていればそれでも全然いいんですが、もし本当に人を良くしたいとか人の人生を変えていきたいとかっていうふうに思われる方であれば、やはりこの辺が非常に重要になってくるんじゃないかなと思います。ということで、うちの場合はこの治療哲学というのを非常に重視してますので、まあ、この辺が、やはり一番重要じゃないかなと思います。なので今日は、この辺の内容をお伝えさせていただきました。治療科の方はですね、自分の治療哲学っていうかない方はぜひまずは治療哲学軸を作ってみてください。そうすることによって、圧倒的な治療結果っていうのは変わってくると思いますので、ぜひ、始めてみていただくといいかと思います。ということで今日は治療科に必要なのは哲学だっていうことをお伝えさせていただきました。また、まあ、治療科の方向けとか、まあ、一般の方向けもそうなんですが、いろんな情報を発信させていただきますので、チャンネル登録ですねの方だけよろしくお願いします。では今日は以上です。ありがとうございました。